諸君、歓迎しよう。お会いできて光栄です。シェイ・コーマック船長、ジェームズ・クック船長だ。お目にかかれて光栄だ。いや、こっちこそ。クック船長は恐ろしい計画の存在を突き止めた。残念だが我々の情報とも一致する。そう、この間にも英国海軍がルイブールに向かっている。だがフランス軍は先制攻撃を考えている。それが実行されれば。無論その事態は阻止せねばならない。諸君、ルイブールでの戦いは間違いなくこの戦争を終結に導く転機になるだろう。俺はもう戦争はたくさんだ。ならば操縦を、舵を取ってもらえるか、コーマック船長。きっと楽しんでもらえるはずだ、この船の本当の火力をな。ああ、喜んで。船長、ウルフ、ローレンス、ウィットモアが参加隊を率いている。彼らの指揮官は？アマースト少将ご自身だ。戻ってきた。戦争に興味があるのか、シェイ。あんたを失望させたくはない。ロイヤルとトップスルを下ろせ。風に乗るぞ。ヤードに風を受けるな。鉄砲に敵だ。攻撃が来る。通すわけにはいかない。あの船団だけは絶対に止めなきゃ。船長、救砲だ。船団、もうすぐ準備できる。救砲をうまく使うことだ。成功するかはそれにかかっている。ケンウェイの言う通りだ、船長。今は救砲が最も効果的なはずだ。まずいぞ、河川だ。あれに突破されたら船団が大打撃だ。なら阻止しておくべきだな。あの船は見覚えがある。エクスペルト・クレーデ号だ。アドウェイだ。運のいいやつだ。私たちには優先事項がある。ああ、あの汚染を排除しなくてはならない。
が来るぞ船長。こちらに向かってる。アッサを通すしかない。した方が賢明かもしれない。その判断が正しいとは限らない。まだ終わってないぞ。大砲を準備しろ。やあ、あらゆる砲を張るんだ。砲を張れ。ステーを締めろ。マスターケンウェイの言う通りだ船長。今は旧砲が最も効果的なはずだ。逃げるぞ。エアス仕掛けたぞ。エアス仕掛けたぞ。旧砲こちらに向かってる。火星を沈めるか。奴らを通すしかない。撃て。射程から出ないと。取れ。救砲だ。マスターケンウェイの言う通りだ船長。今は救砲が最も効果的なはずだ。交代しないと。到着前に排除できたな、コーバック船長。これで戦況も変わる。かなりの痛手を与えた。祝うのは早すぎるだろう。まだアドウェールヤツとはまたやり合うことになる。マスターケブリ、ケンウェイはアドベールを打ち倒す決断をした。あんたは奴には天性の力があり、アサシン兄弟にとって希望の象徴だ。始末できれば奴らを根底から覆せる。ああ分かってる。だが残念だな。あいつはいい奴だ。ワシントンのじいさんもスミスだって。あいつと飲む酒は楽しかった。ワードロップもだ。酒は飲めなかったが、あいつはウィークスとよくやり合っていたよ。俺の道義心を試しているつもりなら狙い通りだ。今は戦争の時代だ。だが俺たちの戦争に終わりはない。叔父のジェデディアが言いそうなことだ。いつも不機嫌なじいさんなんだ。いいか、今度にしてくれギスト。そうだな。
強風が牙を向けるぞ。メインに風を受けるんだ。J'agacera plus tard. As we were fishing the Haysborough line, shooting and hauling and trolling all night in that windy old weather, stormy old weather, when the wind blows, we'll all pull together. When up comes the wind, cut it up! Arashita, yabasou da zo! Yoryusha da!息をしてるみたいだぞ。恐竜物だ。貴重な積み荷かも。Ships may come and ships may go as long as the seas won't blow. But a sailor lad just like his dad, he loves the flowing bowl. A woman ashore he does adore, a girl who's plump and round. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack John, sit down. Hey! Come along, you jolly brave boys. There's plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly rowing tar. When Jack's ashore, he'll make his way to some old boarding house. He's welcomed in with rum and gin, likewise with pork and scouse. He'll spend and spend and never offend till he lies drunk on the ground. これはこれは、ようこそ。いやあ、ごきげんよう、諸君。またもクック船長の素晴らしい手腕に助けられた。お目当ての男の居場所が分かった。アドウェールか。そうだ。さほど遠くない川沿いのフランス軍の要塞で最後に目撃されている。あの野郎、フランス軍の砦に何のようだ。船の修理のようだな。以前もそう。感謝する、マスタークック。あとは我々が。幸運を祈る。それでは諸君。要塞はすぐ先だ。よし、このまま進もう。行くぞ。マストトップする、ゲルンとロイヤルを張れ。なんてことだ。あんなものがどうしてここに。心配するな。あの子は外交戦にとってギリギリの推進しかない。機動力はないも同然だ。問題は機動力ではないぜ。
問題が何かは知りたくもないな。近づかなきゃいい。あれを避けて進もう。船が追えない狭い川を通るんだ。それに発見されないようにしてくれ。余計な注意は引きたくないからな。なぜフランス軍は内陸にあんな船を。戦争が終わりに近づいて奴らは追い詰められた。火力を得るためなら手段を選ばない。フック船長には悪いが、あれほど触ると危険そうなお相手にはお目にかかったことがない。あまりタイプじゃないな。ああ、だがフランス人には独特の魅力がある。マダム・オレネットの話をしたことはあるな。向こうの名前じゃないか。それより安全に着岸できそうな場所を知っている。このまま進め。それで計画は砲撃するのか。あの砦に真っ向かわせる無謀だろう。ああ、相手を知っておく必要がある。俺に任せろ。そう、船を安全な場所に。砲を上げろ。マストに上がって全ての砲を下ろせ。了解。目を離さずにしっかり守っておく。保温をシェイ。運は自分で掴むものだ。マスターケウリ。
attends-moi. Thank you.
そう、テンプル騎士団が猟犬を放った。お前の根性を見せてみる。浜に乗り上げたぞ。奇抜な戦術だ。仲間を助ける気だ。いや、最後の戦いをする気だ。期待に応えよう。奴を追え、シェイ。怒りを。私は回り込む。早いな小僧。だが頭は悪い。裏切り者として死ね。上から敵の注意を引く。他の道を。おい、ホール。
Don't get your hopes up. I'll keep up with you.許せ、アドベール。どの口が許せと言っている、小僧。裏切り者には地獄が待っている。堂々と地獄に向かおう。間違ったことはしていない。関係ない。アキレスは必要なものを手に入れた。必要なら奴を守る者を一人残らず始末する。思い通りにはさせない。今のお前は怪物だ、ジン。そうかもな。行こう。まだ戦争は終わってない。でもフランス側は植民地での勢いがない。これでテンプル騎士団はアサシン教団に集中できる。奴らの部下はまだニューヨークにいる。シェイはどういう役回りになる？先駆者の件の進捗はどうなる？船と物資を集めていますが、目的地が分からず難儀しています。部下を使って。そこに避けるくらいの人はいるわ、シュバリエ。ホープが見つけたぞ。フランクリンの実験を再現する方法を。次の先駆者の遺跡が分かるはずだ。自信があるということだな。観察力には自信があります。装置はすぐ用意します。よろしい、進めろ。オープの居場所はまだ突き止めていない。ニューヨーク中の犯罪者が彼女の味方だ。支部長を見つけなければ。Quiet around.
思ってるより状況は悪い。アサシン教団は先駆者の箱の使い方を解明した。奴らは遠征の準備を始めたぞ。ならば我々が阻止せねば。ホープは何人も部下がいる。当局は動こうとしない。部下になりすますのはどうだ。でかい事件を起こして盗賊どもを無視できなくすれば。素晴らしい考えだ、ジャック。それで行こう。アサシン教団の潜伏場所を突き止めて。問題を起こせって聞こえたのは俺だけか。楽しめるうちに楽しめ。捕らえるんだ、シェイ。そいつらの服がいい。本当だ、急げ。急げ、バカ。命が惜しくないのか。俺たち下劣な悪党に見えないか。いや、うまく着こなしてる。お目当ては給与だ。急ごう。連隊が向かっている砦がコインの保管場所だ。そうか、計画はあるんだろうな。砦には囚人が多い。侵入して旗を掲げてくれ。それを合図に解放する。アサシン教団と手を組む奴らを解放する。そう、奴らの相手が必要だろ。いいか、旗を掲げるんだ。俺は騒ぎを起こす。
一体何があった？囚人が逃げました。協力者がいたようで数が多すぎます。では問題を解決する必要があるな。あのクズどもを駆除するいい機会だ。成功だ、ジャック。運が良ければ軍が盗賊どもを片付けるだろう。運は自分で掴む。We have seasoned veterans among us. What?